動画を見る前にコメントしようと思っているそこの君にちょっとね、今日は待ってください。しっかりと動画を見た上で、理解した上で、ぜひコメントしてほしいです。今日のトークテーマは正直あまり明るい話題ではないです。だけどまあなるべくポジティブな方に持っていこうかなと頑張りますので、よろしくお願いします。5月1日にサイクロプスアスリートゲーミング様が、コールオブデューティー部門の、まあ、実質解散を発表しました。まず CAG の COD 部門の皆さん、まあ、ひとまずね、長いこの選手生活お疲れ様でした。まあ、みんなこう24、5とかなってるのかな。これからのね、人生もっと長いですから、ゲーム選手生活以上に長いですからね、普通に働いたりとかしていくと思うんで、人生頑張ってください。もしくはね、あの別のゲームに行く人もいるのかな、本当に応援してますので頑張ってください。というわけで、この発表がまあ、うわーもう日本の COD スポーツ終わった、競技シーン終わったみたいな、もうラッシュとね、ノーセプしかプロチームがいない、わーってなってるんですけど、まあその辺ね、今後の日本の e スポーツ、 COD に限らず e スポーツの未来というか、僕の考えというね、予想かなを話そうかなと思います。まずはじめに、このスカーズ CAG というふうにね、この日本の COD 部門がどんどん解散していく流れで、日本の COD 公式なんで大会開かねえんだよ、大会開かねえからどんどんね、解散してんじゃねえかみたいな風に言ってる人いますけど、大会はねあるんですよ、公式大会で。しかも賞金もあって、世界大会に勝てれば世界大会に行けるっていう公式大会があります。コールオブデューティーチャレンジャーズっていう大会なんですけど、ラッシュもねこちらにはずっと出場してて、で見てる方はわかると思うんだけど、まあエペでいう ALGS みたいな、 ALGS APAC みたいなものが COD にもちゃんとあります。でそれがちゃんとした公式大会なんですよ。普通は他の国だとそれしかないんですよ、公式大会で。日本は今までソニーさんがね大会を開いててくれたんですよ。でもあれって実は大会じゃないんですよね、はっきり言ってしまえば。まあ、大会形式ではあるんだけど、大会ではないんですよ。ですよ、あの公式のね。あれはソニーさんのプロモーションとして大会を開いててくださってたんですよ。だからね、あれってかなりイレギュラーです。本当に他の国から見たら、なんで国内でそんな大会っぽいのが開かれてんのみたいな。その後、日本の COD のパブリッシャーはソニーさんではなくなりました。で、アクティビジョンジャパンが運営するようになって、現在に至ると。ね、公式大会は COD チャレンジャーズのみっていう、その他の世界と一緒ですよ。でもアクティビジョンジャパンさんは発売してしばらくして日本の、ね、国内大会としてね、一発ボーンって大会を開いてくれました。なんで COD チャレンジャーズっていう公式大会があるのにね、どんどん COD 部門が解散してるのかと、なんでまた国内 COD 大会が開かれないのかっていう話をしようかな。正直にズバッと言っちゃいます。ちょっと僕の首が飛ばない程度にね、ちょっと言うけど、ズバッと言っちゃいます。なぜ盛り上がらないのか、なんで大会がないのかっていうと、もう日本がまずめちゃくちゃ弱いです、 COD 世界と比べて。あと人口がめちゃくちゃ減ってます。 COD の人口だけじゃなくて、あのそもそもの日本の人口がめちゃくちゃ減ってます。それと大会の視聴者数もあんま良くないです。もう理由としてはこれですね。本当にもう COD チャレンジャーズっていうね、公式大会があるんですよ。で勝てば世界に行けるんだけど、ずっと行けてないですよね。あのオーストラリアに全く勝てないんですよ、日本。オーストラリア COD がめちゃくちゃ強いです。そのオーストラリア COD 勢もアメリカの方では全く勝てないんですよ、今は。でもこれってポジティブに考えると、日本っていうこの市場がどん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 小さくなってる国に対して、まだ APAC チャレンジャーズの枠をね、予算を割いて作ってくれてるっていうことはすごいと思うんですよ、これ。正直僕はね、その BO3 とか IW の頃とかね、出たくても出れなかったんですよ、この海外のこの APAC の大会っていうのは。そもそも日本が、まあ、当時その MLG とかだったけどね、こう運営に問い合わせたりとかしましたよ、 BO3 とかの時ね。その時代に比べたら、まだねちゃんとしたコールオブデューティー公式の大会にまだ出られるっていうこの現状はすごく贅沢だと思います、本当に。なので現在ね、この COE の競技シーンで頑張ってる日本の人たちは、今の現状に感謝した方がいいと思います。本当に他の国と一緒ですから、現状は。ぶっちゃけね、この APAC の COD のこの大会の枠があるのって、オーストラリアのチームが奇跡的に強かったからあるんですよ。 COD ゴーストの頃からオーストラリアのね、1チームが本当奇跡的に、まあ、奇跡の世代みたいな世代がいるんですよ、オーストラリアに、ね、アメリカに唯一通用する、ね、選手たちがいて、その強い選手たちが活躍、アメリカで活躍したから、APAC のこの COD 大会の枠が生まれたんですよね。だからね、現状この COD APAC のこの大会の枠は、過去のオーストラリアのね、異業によってなんとか持ってると思った方がいい、本当に。
ではここからは日本の COD e スポーツの未来の話をしましょう。いや、日本の COD だけじゃないな、もう全体ですね、ゲーム人口の未来の話をしようかなと思います。まずちなみにこれがね、今の僕のさ、あの YouTube の視聴者層なんですけど、いやーね、昔 5,6 年前は18歳から20代前半が一番多かったんですけどね、皆さんも僕と一緒で年を取って年齢層がね上がりました。ガツッと。このグラフから読み取れるのは、その最近の COD ってさ、なんかやけにこうネガキャンと言ったらあれだけど、まあこの最近の COD はもうオワコンだ、面白くないって言われるんですよ、結構コメントで。っていうのはなんか海外と違うところは新しい世代がいないんですよね。特に COD はアメリカが強いから、アメリカで言うとモダンオフェアね2019とかウォーゾーンから始めたね、まさに10代の若い世代っていうのがそこでいっぱい入ってきたんですけど、日本はこのグラフを見るといないんですよ。 COD の次の世代がいないんですよね、悲しいことに。なのでなんか昔の COD が良かったっていう風に言ってる人が多いのかなと正直思います。でもそれ自体は別にいいと思うんだよね、自分が始めた COD が面白いって思うのは。ただ今の COD が完全にオワコンだみたいな風に言ってるのは僕はちょっと違うのかなと思います。COD のね、世界大会のそのプロリーグっていうフランチャイズリーグなんだけど、ね、1枠30億円もするんですよ。 NBA と同じような形式で行われてる世界大会が今過去一盛り上がってるんですよね。で、ウォーゾーンの世界大会も始まってるんですよ。そしてモダンオフェア2自体ね、今までで一番売れてるんですよ。そんなゲームがオワコンなのかって正直僕は思うんですよね。世界では COD は全然オワコンじゃないです、ね、むしろ上がってます。ただ日本の COD は残念ながらとか、そもそも日本この国の人口が減ってるので、ね、若い世代も新しい世代も入ってないから、ね、昔の方が好きだったなっていう人が多いんだと僕は思います。まあ、COD はこれをずっと繰り返してきたんですよ、ね、COD ね4が出た時は 1,2,3 の方が良かったって言ったり、で BO2 が出た時はうわなんだ現代戦にしろよとか、モダンオフェアの方がいいじゃねえかみたいな風に叩かれたりとかね、まあ、それをずっと繰り返してきたんだけどね。ちょっと話が逸れたような気がする。あれですよ、これからの日本のゲーム人口未来の話、これ現在の2020年だね、これは2020年だったわの人口ピラミッドですね。まあこういう風に見ると、まあね、もちろん皆さんご存知の通りね、学校で習った通り少子高齢化ですよ、どんどん。超少子高齢化かな。まあこれ見ると一番ね、ゲーム人口が多いのはやっぱりこう15歳からまあ24歳とかになるのかな。大学生、高校生、15歳から19歳288万人かな、これは。これが2020年です。さあ、これが10年後どうなるでしょうかってなると、こうなります。なんかさらにちょっと減りましたね。なんか15歳から19歳は257万人になりました。さあここからさらにどうなるのか、もう2045年いっちゃいましょうか。はい、なんか一気にすっきりしましたねすっとこう逆ピラミッドのような感じになってきました。15歳から19歳は213.8万人というわけで、ね、まあ、こうなる通り、まあ、最近でもニュースでねすごく取り上げられてるので知ってる人も多いと思いますが、若い子、あ、めちゃくちゃ減ってる、やばいやばいぞって感じですよ本当に。でこれはオンラインゲームにもめちゃくちゃ影響していきます。特にその競技シーンとかにおいてはね、ゲームの人口を支え、一番に支えてる、特にやっぱり10代後半とか20代前半、高校生、大学生が一番人口を支えてるわけですよ、オンラインゲームの。それが減っていくということは、つまりこの国においてそのオンラインゲームの人口がまず、まあ、減りますよね。減るんじゃなくて、国内で人口がいるゲームが減っていくと思うんですよ。まさにあの東京にかさ、人が集中するじゃないですけど、そんな感じで地方が消滅していくっていうのと同じ現象が起きていくと思います。まず人口が少ない方、海外産のゲームとかね、海外産 FPS とか、人口が少ないゲームからどん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 少子化が進み、新しい世代がいなくなり、どん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 減っていくと思います。まあ、簡単にまとめると、流行るゲームが多分減っていきます。今エペとかバロがメインだけど、それもねこの先どんどん進んでいくと減っていくと思います。これは残念ながらね、現状はもう確定してる未来だと思います。でさらに日本人は基本的に就職するとゲームがあまりできなくなるんですよね。まあこれは世界も一緒なのかどうなのか、あまりその辺はわからないんですけども、まあ社会人になって
忙しくなってゲームをそもそもする時間がなくなったとか、結婚したり子供ができたりしてゲームをしなくなったっていうね。なのでその30代とかその、まあ、25歳以降はやっぱりかなり一気にゲームする人が減るんですよね。ゲーム人口が減ります。でさらにその日本の若い世代、小中学生とかはスイッチとかスマホになってます。特に日本はスマホがめちゃくちゃ強いっす。僕が行ったことあるのがね、大体アメリカなんでアメリカと比較なっちゃうんだけど、まあ、他の国はわからないよ。アメリカはその国がでかい、友達ん家も遠い、家も広いみたいな、そういう環境下だとやっぱりあんまスマホをしてないなと思いました。どっちかっていうとまだまだコンソール機のゲーム文化っていうのが根強いと思いましたね。対する日本はね、みんな忙しいしね、家も狭いしね、友達ん家もなんか近いし、結構やっぱスマホゲーっていうのはすごく盛んだなっていう風に思いましたね。これってなんかスマホゲーをねリリースする側からするとね、日本というかアジア圏において流行るかどうかってすごく重要だと思うんですよね。結論何なのかっていうとね、結論ね、あの日本のゲーム人口は減ってきます。どんどん減ってきます。で流行るゲームが減っていきます。数が限られてくる。人口がちょっと少ないゲームからどん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 多分ね、消滅じゃないけど減っていって、人口が多いゲームに集まっていくっていう、この地方の流れとね、都市の流れと同じような現象が僕は起こると思います。これは悪いことなのかと言われると、まあそうではないのかなというか、もうしゃあないかなこの国はっていう、この国の現状もうしゃあないよなっていう感じですよね。日本の COD e スポーツに関してはどうなのかって言われると、ってかなかなか厳しいですね。このねグラフとかを見るとね、正直厳しい。まあでも昔と比べたら公式大会のチャンスもあるし、全然いい方だと僕は思いますよ本当に。で最後に言いたいことは、もしこれからね、今本当若い子でこの動画を見てたら、本気でプロゲーマーを目指したいってなったら、昔から僕言ってますよね、海外に行った方がいいです。まあ、結構もちろん簡単な話じゃないよ。もう本当にちっちゃい頃から海外でやるしかないです。まあ、ゲームによるけどね。というわけで僕から話すことは以上になります。まあ、あまり明るい話ではないから、まあ、今後配信で聞かれてもあんま話さないようにしようかなと思います。ではお疲れ様でした。